マコト、おい聞こえるか。死んだ、死ぬんやない。復讐でも何でも、お前の望みは俺が叶えとるから。東条界最強といわれる堂島組が独占を狙う巨大な利権、神室町再開発計画。その鍵を握る空の一坪の所有者、牧村誠は橘の生き別れの妹だった。極道たちは特殊な生い立ちを持つ兄と妹に情け容赦なく牙を剥く。殺された兄の復讐を誓った誠もまた堂島組の凶弾に倒れ、暴力の闇に飲まれていた。しかし、神室町が今まさに堂島の支配下に置かれようというこの日、極道の掟から外れた二人の男がそれぞれの思いを胸に伝説の幕を開けようとしていた。終わったんか。手術はどないやった。失礼ですが、あなたは。あの子をここに連れてきたもんや。大丈夫、手術は成功です。ただまだ意識が戻ってません。もしかしたらこのまま目を覚まさないかもしれません。何やと。という状況よ、セラさん。セラ。真島、牧村誠の場所を移す。ここは危険だ。堂島組に彼女が生きていることが知れれば間違いなくとどめを刺しに来る。守りきれん。せやったらどこへ。少なくともここよりは安全な場所だ。先生にも付き添ってもらう。お前も一緒に来るか。俺があの子のそばでできることはもう何もないやろ。セラ、誠を頼む。俺にはあの子の代わりにやらなあかんことがある。うん。これ以上あの子を黒の世界に踏み込ませたらあかんのや。堂島組がおる限りあの子は意識が戻ったとしてもまた狙われる。せやから俺が全部しまいにしたる。お前まさか堂島と差し違えるとでも言うのか。先生もあの子を頼むで。なんとか手尽くしてあいつの目を覚ましたってくれや。真島。
カムロ町再開発計画、今までさんざ殻の一粒に足引っ張られたが、ようやく本格的に役人が動き出すことになった。渋沢、てめえの手柄だ。そんじゃこれからは渋沢を頭って呼ばなきゃいけねえわけですか。その前にまだやることがあるでしょう。何の話だ。風間組の始末です。立花不動産、日京連、奴らの陰で糸引いてたのは風間の頭ですから、堂島を裏切ったけじめはきっちりつけねえと示しがつきません。無所にいる風間の頭を消すってことかい。そんな中途半端なやり方じゃてっぺんなんか取れねえよ。脅し以外はズブの素人だな。ああ、てめえなんだその口の利き方は。風間組の息のかかったもんは全員だ。連中を東条会からきれいさっぱり消さない限り、キリュウみたいな跳ねっかりがまた出てくる。ほら、徹底的にやらせてもらいますよ、親父。今度の若頭は血の気が多いぜ。ここにいたのか、キリュウ、ニシキ、牧村誠。まだ見つからねえ。アジア外の連中にも手貸してもらってるが、今んとこ手がかりもなしだ。そうかな。キリュウ、お前、真島五郎って男を知ってるか。名前だけは聞いたことがある。そいつがどうかしたのか。そいつも彼女を探してる。風間組の事務所に押し入って柏木さんを一人で叩きのめしたらしい。あの柏木さんを。真島はその後俺んとこにも来た。やられたのかお前。はっきり言って歯が立たなかったよ。そんな奴が誠を探してるのか。ただその真島は堂島組とは別で動いてる。あいつは誠を守ろうとしてるようだった。敵じゃないのかもしれねえ。だからといって仲間とは限らねえ。とにかく誠を見つけねえことには何も分からねえままだ。死んだ立花のためにも彼女だけは何としても守りて。そうだな。知らねえ番号だ。誰からだ。そっちは。日京連の世良だ。世良さん、あなただったんですか。
橘社長のことは聞いた。堂島組にやられたってな。俺は今アジア街の陳さんの店に来ている。お前と差しで話がしたい。すぐに来られるか。何の話です。会ってから話す。気をつけてこい。堂島組は今もお前を探してるぞ。キリュウさん、あんたの客はあっちだ。立花さんは残念だった。最後に一目でも妹と会わせてやりたかったな。あんたが必死に助けようとしたことは分かっている。アジア街に住む中国人を代表して礼を言う。ありがとう。よしてくれ。俺は何もできなかった。礼を言われる資格なんかねえ。ゆっくりはしてられません。話ってのは。お前はもうゆっくりしていい。それを伝えに来た。え？牧村誠が堂島組に撃たれた。な、一応峠は越えたがまだ危険な状態が続いてる。意識不明のままだ。何があったんです？それじゃ、彼女は目が見えるようになっていた。少し光を感じる程度だがな。それより幸い堂島組はもう彼女を殺せたものと思っている。早速カムロ町再開発計画の本格着手に動き出した。しばらく彼女に危険はないだろう。でも真島って男は彼女が生きていると知っているんですよね。信用できるんですか？おそらくな。あいつはもともと島野の命令で牧村誠を殺すように動いていた男だが、今は心底彼女を守ろうとしている。ただこの先どう動くかはっきりは分からん。それより堂島組だ。若頭補佐の渋沢が堂島組の次期若頭に決まったらしい。これから実質的に堂島組を動かすのは渋沢になる。やつはこれまで表に出るタイプじゃなかったが、筋を通し耐え忍びながら力を蓄えていた。だが渋沢組は若い組織。久世剣能会や阿波野の太平一家の上に立つには強い力を示す必要がある。となれば真っ先にやるのは旧風間派の徹底的な排除。特にお前は目の敵にされるぞ。それに殺しの濡れ衣も晴れてない以上、薩摩お前を追ってる。お前はカムロ町を出てしばらく身を隠せ。時間さえ稼げればまだ希望はある。希望？牧村誠の意識が戻れば殻の一粒は日教連が取る。え？そしてそれが風間さんの真の狙いだ。なんだと？あの人は今堂島組の拡大を止められる唯一の対抗勢力として俺の日教連に白羽の矢を立てた。橘も殻の一粒を日教連に渡そうと動いていた。全てはこの俺を堂島総兵に代わる東条会の跡目に据えるためだ。それじゃ
おやっさんはあなたに登場会を託したってことですか。そういうことになるな。知りませんでした。あなたとおやっさんにはそこまでのつながりが。俺もお前ほどじゃないが、風間さんには世話になってきた。俺に極道のイロハを仕込んでくれたのはあの人だ。足を向けては寝られない。キリュウ、お前のことも風間さんからくれぐれもと頼まれてる。殺しの濡れ衣の件もいずれ俺が必ず何とかする。だが今、牧村誠が目を覚ますのを祈るしかないのが現実だ。それじゃもう俺にできることはないってことですか。お前はもう十分やった。お前がいなかったら牧村誠はカムロ町に来る前に消されてたろう。彼女が今なんとか生きてるのもお前のおかげだ。彼女は今どこに。病院からは移動させた。芝浦に停泊してる船にかくまってる。彼女が生きてることが堂島組に知れたらまずいんだよな。芝浦、お前にこのことを伝えたのは俺なりに筋を通したかったからだ。あとは俺たちに任せて、お前は町を出ろ。いいな。キリュウ、ニシキ、なんだ、どうかしたのか。堂島組の連中が風間組の事務所に向かってる。風間組を襲う気らしいぞ。何、渋沢が堂島組の次期若頭に決まったらしい。やつは風間のおやっさんの勢力を根こそぎやる気だ。俺もお前も的になってるはずだぜ。号令かけてんのは渋沢ってことか。すぐ街の中堂島組で溢れる。俺ら街を出るしかねえぞ。おい、いたぞ、キリュウと錦まで。錦、牧村誠は日教連の世良が保護してた。堂島組は彼女を殺して殻の一粒に型がついたと思っているんだ。だが彼女が生きている限り、殻の一粒は世良と風間のおやっさんの切り札になる。堂島組を押さえつけることができるはずだ。この場をしのいで時間を稼げる。状況は変わるかもしれない。つまりどうしろってんだ。お前は風間組に行け。柏木さんにも身を隠すように伝えるんだ。こいつらは俺が食い止める。キリュウ、早く行け、ニシキ。分かったよ。お前らの相手はこの俺だ。風間の使いっぱしりがでけえ口叩くんじゃねえ。お前らは全員皆殺しだ。恨むなら風間を恨め。
来い。早く早く。こっちこっち。警察警察。クゼ。あんた一人か。ああ。組の人間は引かせた。てめえとやり合うのに余計なチャチャ入れられたくねえんだな。まだ風間組には手出しちゃいねえよ。錦山も事務所の中だ。堂島組は風間組を、いや風間のおやっさんをどうする気だ。始末するに決まってんだろ。風間組もおめえも今その指揮取ってるのは渋沢だがな、誰がやったってさほど難しい仕事じゃねえ。堂島組はもう東条会ごと下に収めちまおうっちゅう勢いだからな。お前らをぶっ殺すまでいくらでも兵隊を送り込めるってことだ。そうかな。だが俺は雑魚がいくらかかってきたところで今のあんたほど手ごわいとは思わねえ。ああ、あんたは俺をぶちのめすためだけにここにいる。何の損得もねえところで命張る男ほど厄介な相手はいねえ。よく分かってんじゃねえか。俺を今動かしてるのはな、男の意地ってやつだ。それさえあれや、男は笑いながら死ぬことだってできる。俺とお前どっちの意地が上に行くか見ものだな。決着つけさせてもらいます、クゼの兄貴。いいよね、上出来だよ。いつでもいいぜ。殺す気でかかってこいや。
なんて野郎だてめえは。どこまでも強くなりやがる。クゼの兄貴、なんとなく俺にはわかる。風間の頭はお前がこうやって本物の極道になるのをずっと抑え続けていた。その封印を解いちまったんだよ、堂島組が。だがお前の他にもう一人、そいつも今本物の極道になろうと必死にもがいてる。日教へ逃げ切り、そこに奴が渋沢がいる。渋沢が日教連に。牧村誠は生きてるんだろう。渋沢は殺し屋に女を落とせるとき、わざと死なねえようにしたらしい。まだ堂島の親父にさえ報告してねえらしいがな。あいつは日教連に女を囲わせて連中を泳がせたんだ。そのアジトを突き止めるためにな。なんだと。女もセラもおめえも風間の頭の息がかかってる人間は全員根絶やしにする。そうやって渋沢は初めて堂島の頭になれる。本物の極道に。キリュウ！錦。今、アジア外から連絡があった。渋沢が堂島組を芝浦に向かわせてるらしい。もしかして日教連は芝浦にいるのか。ああ、誠もそこにいる。マジかよ。ならすぐ行こうぜ。キリュウ、車回してくるからよ。分かってんだろうな、キリュウ。てめえは極道の一番深いところに足突っ込もうとしてる。風間の頭が止めたその道をこのまま進む覚悟があるんだったら行けや。ええ、全部覚悟の上です、クゼの兄貴。この車に乗ったら最後だ。またこの町に戻ってこられる保証はねえぞ。もうやり残したことはねえな。あれば今のうちに済ませとけ。今のうちにできることはやっとけよ。後から引き返せってのはなしだぜ。もういいのか、キリュウ。この町でやり残したことはねえんだな。ああ、大丈夫だ。芝浦までやってくれ、錦。日教連は船をアジトにしてる。分かった。
なんだ、忘れちまったのか、俺らのこと。あんまり偉そうに街歩いてっと、またボコボコにしまうぞ。俺らに会ったらちゃんと頭下げてけよ。ま、とりあえず挨拶代わりに財布置いてけや、兄ちゃん。なんだよ、ブルっちまって声も出ねえか。てめえ。すいません。チンピラ相手に何やってんだよ、マジマちゃん。お前に遊んでる暇なんかあったかよ。女は見つかったか。遊んどるわけやない。俺にはこれから行かなあかんとこがある。へえ、どこ行くんだ。堂島組。堂島組？おい、どういうことだ。女は堂島組にいるのか。牧村誠は堂島組の殺し屋に撃たれた。何？島野の親父に言うとけ。殻の一壺はもう誰のもんでもない。闇に葬られたんや。おい、どうなってんだ真島。はっきりしろ。女は死んでるか。手放せや。俺はもう誰の命令も聞かん。お前、あの子のことはもうほっといたれ。これ以上手出すんやったら島野の親父野郎が殺すで。俺は。お前まさか堂島組に行くって。堂島をやる気か、たった一人で。女一人のために狂っちまったな、真島ちゃん。狂犬みてえな顔してるぜ。やっと檻から飛び出したな。誠から電話預かってきた。おせっかいな殺し屋じゃ。セラの野郎はまだ船に戻ってません。どうします。構わねえ、始めろ。はい。堂島組だ。完全に日教連を皆殺しにする気だぜ。俺らだけでいけんのか。
やっと来たか。お前らの相手はこっちだ、キリュウ。てめえら。一挙連だ。始めようぜ、キリュウ。柏木さん、風間組か。キリュウ、錦山、お前らは船だ。渋沢を追え。不当の連中は風間組が引き受けた。キリュウ、行こうぜ。